トレアの皆さんこんばんは、翔です。ということで本日は、こちらの方行きましょう。ライブグループボーカルバーストですね、本日来ておりますということで、昨日からねイベントが始まって丸1日、経ちましたということで、初めてこの形式のイベント始められる方いらっしゃると思うので、ルール説明の方から、させていただきたいというふうに思います。行きましょう。ということでルール説明なんですけど、まあ、一応報酬の方からお話が入りまして、このイベントでやったら何がゲットできるのって言ったら、今回の限定アイドルですね。このイベントでしか手に入らないアイドルが、2人いまして、今回は、ヨリタヨシノちゃんと、ドミュージカリンちゃんが、ゲットできますというところで、頑張れば、ポイントをゲットすれば、より多くこの2人が、枚数もより多くの枚数をもらうことができます。ヨリタヨシノちゃん、ヨシノンはですね、ポイント報酬で3枚もらえますから、4枚もらえるんですけれども、4枚もらって、で、さらにイベントの方でも、イベントランキングっていう、その、まあ、他の方のね、順位と競い合う、そちらの方でも、最大11枚、スターランク10と1もらえることができるので、まあ、より頑張れば、多くもらうことができますので、ぜひ、吉野好きな方、今回頑張ってみてはいかがでしょうかというところです。で、あと今回のイベント曲である桜の頃、こちらのイベント曲も、5000ポイント取ることによって弾くことができますと。イベント終わった後、通常はですね、イベント終わった後イベント曲できないんですけれども、まあ、ある程度のポイントを、達成することによって弾くことができます。はい。そして昇降順位があります。これはあんまり皆さんに関係ないかもしれないぞと。まあ50万円入賞でもらえます。とりあえず自分が入賞した、順位の昇降がもらうことができますと。で、今回は、グルーブなので、自分の合った難易度を選んだ後に、どの属性、キュートグルーブ、クールグルーブ、パッショングルーブのいずれかが、選択されて、それに、それをプレイしていく感じでございますと。で、まあ、難しい難易度だったら、グルーブ変更というものがございますので、そちらの方を選択して、グルーブ変更していけばいいかなと思います。まあ、グルーブ変更する際には、マニーがかかるので、まあ、あまりね、使いすぎると、グルーブ変更できなくなっちゃうんで、お金なくなって。その辺もね、考えていかなければなりません。で、ライフ感がね、引き継がれるので、3曲、2曲目入ってもライフは全回復しないので、ライフ回復、連れてってあげることはおすすめします。で、今回箱入れが17以上。箱入れっていうものがね、ここの横のね、仮想対象みたいなゲージがあるんですけど、横に。17以上、あります。あるんです。取ると、ね、今回ね、イベント曲、ね、引くことができます。17以下だ、16.9 以下だと、箱入れが発生しないので、要はイベント引くことができないので、なるべくコンボ繋いでいきましょう。はい。そして21以上、マスターでやったら21以上だと、マスタープラスという新難易度のね、マスターの1個上の難易度を選ぶことができます。ということで、まあ、で、今回はボーカルグループということで、ボーカルアピール値の高い子を編成してあげることによって、まあ、ボーナスポイントですね。今回ボーカルバーストなんで、まあ、かなり、ボーカルのアイドルがかなり優遇されるイベントなので、SR でもいいので、ボーカルの子を編成してあげましょうという感じでございます。長い説明になりましたね。はい、ということで、まあ、僕もね、ちょっとそこそこ、ちょっと、まあ、もう、動画出てると思う、まだ出てないかもしれないんですけど、3月3日から、ちょっと、まあね、ゼルダ伝説の方の実況始まるので、そっからだとちょっとイベント走れないんで、ちょっとね、今のうちに貯めて、イベント走ろうかなって感じで、まあ今ちょっと、まあそこそこ、まあそんなになんかがっつりではないんですけど、そこそこ走ってます。ということで、まあもう正直まだ初日しか終わってないんで、まあもうボーダー予想もクソもないんで、もうボーダー予想もまだしないんですけれども、10日間イベでございます。2日目、9日間なので、非常に長いイベントになると思うので、まあ無理はせず皆さん、まあ僕もそうなんですけど、まあ無理はせず9日間あるので、まあ例えば1枚撮りであったとしても、まあそんなに大変ではないと思うので、毎日コツコツ、まあやれば多分ゲットはできると思うので、ぜひ皆さん頑張ってみてはいかがでしょうかというところでございますと。で、あとですね、まあ、僕が言うこととしては、あと、その、あれですね、報酬の方の、カリンちゃん。なんですけれども、ちょっと、下行こうか。カリンちゃん。よし、なんだね、これは。カリンちゃんなんですけれども、こちらのスキルがですね、前回のファンファンファーレの、アイコと同じ、コンセントレーションなんで、まあ、ぜひ、スコアアップ、カリンちゃん。初めてではないか。一応、工場の方ではいるんで、まあいいかなとは思います。はい。で、吉野もね、報酬でいるんで、多分、アピール値鬼高いんじゃないかな、これ。
ちゃんと上げてあげれば。で、11秒中核なんでかなり強いんで、ダンスなんで、限定ヨシノと組み合わせるとかなりいい感じじゃないかなというふうにも思うので、まあ、ちょっと、誰にでもチャンスがあるというか、ゲットできれば、2万ポイントゲットすれば、確実もゲットできるので、ぜひ、よろしかったら、ちょっとずつ頑張ってみてはいかがでしょうかということで、以上が今回の、ラブユルボーカルバース始まりましたよという動画でございました。まあ、僕もある程度頑張っていきたいなって、まあ、2000に入るより入れるよう、努力はします。はい、以上が今回。はい。では、この動画だったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また、ツイッターの方もやってるので、ぜひツイッターの方の登録、フォローも、ぜひ、一緒によろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。